ようこそ皇室ラボへ。皇后雅子さまが春のグリーンファッションで輝く瞬間を振り返る「ロイヤルスタイルの魅力に迫る」というテーマで、今回の動画では雅子さまがどのように春のグリーンファッションを楽しんでいるのか、そしてそのファッションが持つ魅力について徹底的に解説していきます。雅子さまのファッションセンスにはどのような秘密が隠されているのでしょうか。また春のグリーンファッションがもたらす心地よい雰囲気や、皇后としての雅子さまの優雅さを感じることができるので、ぜひ最後までご覧ください。春が訪れると心が躍る明るい色を身にまといたくなりますね。特にパステルカラーは顔周りを明るく見せてくださるため、ぜひ積極的に取り入れていただきたいカラーです。そこで今回は皇后雅子さまのグリーンをまとった春のファッションを振り返ってみたいと思います。青みグリーンと白インナー、パールでまとめた凛とした佇まい。1996年3月、東京松屋銀座にて第13回読売招待慶州書店にお見えになった雅子さま。セットアップのジャケットとスカートは青みがかったグリーンで品のある雰囲気が漂っています。白いインナーやパールのネックレスをお召しになっており、クールな印象が際立ちます。また珍しいダークカラーのストッキングも光沢感があり、さりげない華やかさを加えていました。光沢感あるグリーンのセットアップに白を添えて爽やかに。1999年5月、全国赤十字大会にご出席された雅子さまは鮮やかなグリーンのセットアップをお召しになりました。光沢感のある素材が特徴のグリーンのセットアップに白の帽子やバッグ、靴を合わせた雅子さま。鮮やかなグリーンがより一層明るく映え、すがすがしい印象を与えています。襟のないジャケットはボタンにゴールドがあしらわれたデザインで、イヤリングのゴールドとも相まって上品な華やかさが際立ちます。グリーンのジャケットを含むコンパクトなトップスで足長効果を実現。2015年5月、ご一家で御料牧場へ向かわれる際も雅子さまはグリーンのジャケットをお召しになりました。柔らかい印象の淡いグリーンのジャケットに短めの白のトップスを合わせられ、パンツはインナーよりもややクリーム色がかった白をチョイスされています。同じ白でも色味に変化をつけることでトップスがコンパクトに見えて足長効果が生まれます。またパンプスやバッグも白で揃えられ、軽やかなコーディネートが完成しました。光沢感のあるワンピースと長めのジャケットで上品に。2018年4月、来日されたスウェーデン国王夫妻との昼食にご一緒になられた雅子さまは、若草色の織のジャケットに同系色の光沢感のあるワンピースをコーディネートされました。春らしい淡いグリーンのセットアップはワンピースに長めのジャケットで女性らしくエレガントです。小物はライトなベージュの靴とバッグをお選びになり、全体的に優しい色合いでまとめられていました。ジャケットとワンピースの色味を揃えつつも異素材にすることでメリハリが生まれ、華やかさがプラスされていました。緑の式典にふさわしい春らしいグリーンスーツで濃淡を差し込む。2022年4月、都内のホテルで開かれた緑の式典にご出席された際はデールトーンのグリーンのスーツで臨まれました。若草カラーは地味に見えがちな色ですが、雅子さまのように小物をライトなベージュでまとめることでパステルカラーと調和し、明るい印象になります。ダークカラーで引き締めると甘さが軽減されますが、ナチュラルな色でなじませると全体の統一感が強調され、軽やかな雰囲気に。さらにアクセサリーにパールネックレスやゴールドのブローチを添えることで、重たくならず華やかな佇まいに仕上がります。時折外交官時代の雅子さまのお写真を拝見すると、国際的なセンスが際立っております。知的な装いの中にも柔らかさを感じさせる工夫がされているハイクラスなファッションセンスでございます。時代が変わり、皇后陛下になられた今も、世界中のロイヤルの中でも和と洋を取り入れたお召し物は、日本人として誇りを感じる美しさがございます。雅子さまの素晴らしいお人柄が総合的な輝きを増しているのでしょう。季節ごとの装いはその季節の花以上の存在感があり、皇后の名にふさわしい方です。雅子さまのグリーンファッションは2022年3月の愛子さまの初めての記者会見の衣装にも影響されました。薄い黄緑色のスーツをお召しになった愛子さまは、すがすがしい表情で記者からの質問にお答えになっていました。お履きになったパンプスはベージュで、この日のために用意されたものでした。雅子さまのグリーンファッションで特筆すべきは、結婚の儀から1ヶ月後に参加されたサミットの晩餐会で着用された若草色のイブニングドレスです。上部は白い花のレース模様がとても美しいものでした。このドレスを愛子さまがお召しになると似合うと思われます。若き日の雅子さまがお召しになったドレスを着用する愛子さまの姿が拝見できることを願っております。ファッション以外にも、当時のはにかんだ笑顔が心に残ります。輝くようなお人柄がにじみ出ている笑顔でございます。これは現在の愛子さまにもお見受けできます。笑顔が消えた辛い時期を経て、陛下の深い愛情と家族の中で育まれた時代から、温かく自信に満ちた笑顔に戻られたことがうかがえます。外見や所作だけでなく、磨かれた内面の充実が現在のお姿を形作っていると感じます。いかがだったでしょうか。皇后雅子さまが春のグリーンファッションで輝く瞬間を振り返り、ロイヤルスタイルの魅力に迫ることで、視聴者のあなたが新たなファッションの発見や心の豊かさを感じていただければ幸いです。これからも雅子さまの素敵なスタイルに目を光らせていきましょう。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。